ワットパナンチューン地図ワットパナンチューンは、大のアユタヤにある仏教寺院であり、チャオプラヤー川とパーサック川の合流する南東側、チャオプラヤー川東岸に位置する。今日、アユタヤ歴史公園の一部としてある。アユタヤの都が正式に創設されるおよそ26年前の1324年に建てられたこの寺院は、その地域の初期の集落に一部関連があったものと、 考えられる。特にそこには中国の早朝時代より200人を超える難民集団がいたと言われる。寺院のうち最も高い建物である大きな礼拝堂には1334年からの高さ19メートルとなる巨大な金色の仏座像が収められている。この崇高な仏像は大人からはルワンポート中国系大人にはサムパウコーンと呼ばれる。 この仏像は船乗りの守護仏とみなされている。また、伝承によると1767年、ビルマによるアユタヤの破滅の前に、聖なる目からへそまで涙が流れたという。この像は歴史の上で数回復元されている。オーモンクッドは1854年に修復された、その像をプラプットライラタナナーヨックと名付けた。トライラタナはミホの意である。 仏像は、レンガの上に漆喰が施されたものであり、1901年には、火災により、社殿と共に損傷したが、ラーマ古生の時代のうちに修復された。1407年、雲南の中国ムスリムで観願の帝和が、病朝の艦隊司令官として二度目の航海を指揮し、この寺院を訪れた。彼が、シャム王室三石のある、大式典において寺院に供物を捧げたことは、 今日でも彼の敬意のうち二人を訪れる中国系イ人の訪問者に記憶されている。ありがとうございます。